アメリカの実業家、映画制作者、飛行家、発明家である。20世紀を代表する億万長者として知られ、資本主義のゴンゲ、地球上の富の半分を持つ男と評された。幼少期のヒューズ・ヒューズは、テキサスのヒューストン出身。彼の父親は、ハワード・ロバード・ヒューズ・シニアで、母親は、メ家カ出身のエイリー・インガのヒューズ。父親は弁護士資格を持っていたものの、 地道に働くのが、性に合わず、一角千金を夢見て、鉱物の掘削に取り組む。ハワードが3歳の時、父親は、ドリルビットの特許と共に、シャープヒューズツール社を設立した。同社が製造したビットは、それまでのものとは、桁違いの掘削能力を発揮し、それらの需要は、ヒューズ家に大金をもたらした。ヒューズは、父親の不在、 父方の遺伝による難聴、母親の異常なまでの潔癖症などが要因で内向的性格になっていった。また、彼は学業にほとんど興味を示さず、ライス大学を中退し、飛行機、レーシングカー、アマチュア無線に魅力を感じるようになった。1922年、ヒューズが16歳の時母エリーンが病死し、その2年後に、父が急死した。 彼は18歳で孤児となったが、遺産として87万千ドルと評価されたヒューズツール社の株と当時、ほとんどのメーカーの石油、ガスの掘削機が使用していたドリルビットの特許を受け継いだ。1925年、ヒューズはカリフォルニア州に移り、1927年、かねてからの夢であった映画制作と飛行家業に莫大な遺産を投じる。この頃、 彼は、偽名で、アメリカン航空に郵便係として雇用され、飛行技術を体得した。ヒューズには3度の結婚歴がある。1度目は19歳の時に、エラ・ライスと、2度目は44歳の時に、テリー・ムーアと、3度目は52歳の時に、ジーン・ピーターズとである。なお、ヒューズの死後、テリー・ムーアが、ヒューズとは、メキシコ沖の公海上のヨットで国費に結婚し、 離婚はしていないと主張し、判事がそれを認めたため、1957年1月12日から1971年6月まで、約14年半の間、ヒューズは重婚していたことになっている。地獄の天使公開時の映画館。戦闘機の模型が展示されている周囲は、当初、ヒューズに、ハリウッドの映画界に、コネがないこと。 映画制作の経験もないことから彼の手腕、映画の出来を疑問視した。だが、その後、1928年制作の、暴力団が、第1回アカデミー賞最優秀作品賞候補に、ノミネートされる。また、制作費が、史上初めて100万ドルを超えた、地獄の天使や、暗黒街の顔役などがヒットし、成功を収めた。 第一次世界大戦のパイロットたちを描いた作品である地獄の天使は大戦当時の本物の戦闘機や爆撃機87機を購入し実際に飛行させ撮影するなど当時としては破格の100万ドルを超える制作費がかかっていた公開後映画は大ヒットしたもののその制作費を回収するには至らなかった この映画の撮影には2年の年月がかかっている。また、撮影中の事故で3人のパイロットが死亡している。ヒューズ自身も飛行から墜落し、眼下前頭皮質を損傷する。この怪我は、後の彼の気候の原因になったと言われる。1948年、ヒューズは、当時の有力映画会社の一つで、経営危機に陥っていた。 RKO 社を880万ドルで買収し、映画制作、配給体制を強化した。買収後は、制服者や、ジェットパイロットなどのヒット作を送り出すものの、RKO の経営状態を改善するまでには、至らなかった。最終的には、トランスワールド航空の経営資金を捻出するため、RKO は売却された。ヒューズは、映画制作の傍ら、 キャサリン・ヘップバーンや、エヴァ・ガードナー、ジーン・ハーローなどのハリウッド女優やセレブリティらと浮き名を流すことで有名だった。また、彼は、自らの趣味を、兼ねて新人女優を発掘し、育て上げる手腕に評価が高かった。h 4ハー r c u r i e s r o c L-1049 スーパーコンステレーションコンベア880ダグラス DC ・ DC-9 h ューズが、 映画の他に情熱を傾けたのは当時の科学技術の最先端を行く航空産業であった。1935年、手始めにヒューズは自らの名を冠した航空機製造会社ヒューズやクラフト社を設立した。その後、彼は偽名でアメリカン航空のパイロットになっている。1937年ヒューズは 自らの操縦によりニューヨーク・ロサンゼルス間を7時間29分25秒で飛行、当時のアメリカ大陸横断記録を樹立した。1938年にはわずか91時間で世界一周飛行を行い、こちらも当時の最速記録を樹立した。1946年、ヒューズは自らが開発に関わった高速偵察機の試験機、 XF-11 を操縦中に機体が故障した。彼はロサンゼルス郊外のゴルフ場に不時着を試みるが失敗、機体は住宅地に不時着した。ヒューズはこの事故で大怪我を負ったが、それでも飛行機への情熱は失わなかった。ヒューズの飛行機にかける情熱の集大成とも言えるものがヒューズやクラフト開発の H-4 ハーキュリーズ。 飛行艇である。機体の大部分が木製のため、スプルース製のガチョウとも呼ばれた。1947年の完成当時、この機体は世界最大の航空機であった。当初この飛行艇はアメリカ軍向けの輸送機として開発されていたのだが、第二次世界大戦の終結により購入契約が破棄された。ヒューズが全力を傾けて作り上げた。 この巨大な飛行艇は、わずか1機だけが製造され、完成後はヒューズ自らの手でわずか1回、飛行しただけだった。その後は、カリフォルニア州のロングビーチ港に、長らく展示され、現在は、オレゴン州マクミンビルにある、エバーグリーン航空博物館に展示されている。1939年、ヒューズは、当時のアメリカを代表する、大手航空会社の一つである、 トランスコンチネンタルウエスタン航空を買収し、その後自社が導入する大型旅客機ロッキードコンステレーションの開発に関わるなど、航空機の操縦や製造だけでなく、航空会社の経営にも進出した。1950年、トランスコンチネンタルウエスタン航空は、本格的な国際線進出に合わせてトランスワールド航空と改名。 ヒューズ自ら開発に関与したロッキードコンステレーションでニューヨークパリ直行便をはじめとする大西洋横断路線に就航を開始したほか世界一周路線も開設したトランスワールド航空にはヒューズ自らがその開発に深く関わったコンベア880やボーイング707などのジェット旅客機が導入され同社はアメリカを代表する航空会社の一つに成長した 1966年にヒューズは経営の混乱から同社を手放すが、その後は1970年代に中規模航空会社のエアウェスト航空を参加に収め、同社の路線もを西海岸一帯に伸ばすなど、生涯を通じて航空産業と深い関係にあった。ヒューズの政治家との関係で特筆すべきものは、地元のカリフォルニア州選出の上院議員で、 後に大統領となったリチャード・ニクソンとの親密な関係である。ヒューズはニクソンの選挙に莫大な献金をしていたとされ、1971年にはヒューズからニクソンに選挙と全く関係のない資金が流れたという疑惑も反共和党のジャーナリストのジャック・ワンダーソンにより書き立てられた。これはちょうどウォーターゲート事件の真っ最中だったので、 ウォーターゲート調査委員会は、この件に関して、調査を行ったが、どのように資金が渡されたか、決定的な結論は得られず事実と証明することは、できなかったために、あくまで疑惑の範囲内に終わった。またマフィアを嫌ったヒューズは、ジョン・ F ・ケネディに対して、嫌悪感を抱いていたと言われる。様々な事業を手掛け、多彩な大富豪として、名声を手にしたヒューズであったが、 その晩年は安穏と廃下なった。1946年の墜落事故で負った傷の、失う薬から彼は、麻薬中毒を患い、深刻な精神衰弱になった。数回の墜落事故による脳への損傷が原因と、疑われる、脅迫性障害らしき行動を、彼はたびたび起こしていたが、その異常行動は年を取るにつれ頻繁になった。潔癖症に陥ったヒューズは、 極度に細菌を恐れるようになり、トランスワールド航空を売却した資金で、1966年に、ネバダ州のラスベガスにある有名なカジノホテル、デザートインを買収すると、完全に除菌された、最上階のスイートルームから、ほとんど外出しなくなる。ヒューズは、ドアノブを除菌されたハンカチで覆わないと触れなかったり、手を洗い始めると、肌が擦り切れ血が出るまで、 その動作をやめられなくなり、手の洗浄や入浴が一切できなくなったという。そのため、彼の髪や髭は伸び放題となり、体は赤にまみれやクッを放っていたという。1976年2月10日、ヒューズはラスベガスからメキシコのアカプルコプリンセスホテルのスイートルームに本拠を移す。1976年4月5日、彼は昏睡状態に陥り、 治療のため、メキシコからアメリカに戻る。その際自家用機内で息を引き取ったという、70歳であった。190センチメートルあった彼の身長は、アスピリンなどの薬物乱用のため10センチメートル以上縮み、体重はわずか42キログラムだったという。あまりに痩せ細ったその要望から、医師、親族がヒューズと判定できず、FBI による、 死紋消防が行われた。彼の亡骸は、生まれ故郷テキサス州ヒューストンの墓地に埋葬された。彼の死は、脳血管障害、心臓病などが挙げられている。ヒューズは明確な遺書を残さなかったため、彼の残した、天文学的な財産の行方を処理するためにはおよそ20年もの、歳月が必要であった。彼の死亡から3週間後、ヒューズの遺言状とされるものが、 とあるガソリンスタンドの店員、メルビン・ドゥーマールに届けられる。遺言状の内容は、ヒューズが放浪中ホームレス生活を送っていた際、彼に1ドルを恵んだ、メルビン・ドゥーマールに、彼の遺産の16分の1を分け与えるという、ものであった。ただ、この、モルモン遺言書については不可解な点が多く、審議をめぐって、現在も訴訟が続いている。その他、 過去の伴侶たちにも遺産は贈与された。1953年に保有するヒューズエアクラフト社の全株式を拠出してハワード・ヒューズ医学研究所を設立した。非課税の事前団体にヒューズエアクラフト社の株式を移すことによって租税回避を行いつつ研究所を介して同社の経営権を維持することが目的だったとされる。ヒューズの島では その資産と比較して、事業規模は大きなものではなかった。事業規模が拡大したのは、ヒューズ死後のことである。2004年制作、アカデミー賞5部門を獲得した、マーティン・スコセッシュ監督の大作、アビエーターで、アメリカ人俳優レオナルド・ディカプリオが、ヒューズの生涯を演じアカデミー賞、主演男優賞候補になった。ディカプリオ自身の受賞は叶わなかったものの、 作品自体は5部門獲得した。作品内では、蒸気のようなヒューズの生涯のエピソードに加え、フィクションながら、数々の女優との華やかな恋愛や失恋、リスクを厭わない、莫大な投資と、破天荒なビジネス手法、まさに命がけの成功を収めていく影で心を病み、脅迫性障害に苦しめられ、全裸で死者室にこもり、乱心する姿が描かれている。 ありがとうございます。